ご覧のスポンサーの提供でお送りします。かやの写真館では成人式の振袖レンタル受付中。オーディション用宣材写真もお任せください。証明写真から記念撮影まで、かやの写真館でお待ちしております。チュニジアから驚異のオリーブオイル、健康と美容に優れた効果を表します。こっち見て笑ってサラです。はい、今日は岡山のソウルフード木村屋のバナナクリームロールと梶谷のとシガーフライがあります。それでこの度そのバナナクリームロールとシガーフライがコラボしました。イエーイ、すごいっていうことなので。今日は紹介したいと思います。それでこれはね、アロマチック天国という番組で V6 のいのっちさんが紹介しましたっていうことなので、今から紹介します。じゃじゃーん。はい、皆さん、まだしがって書いてあります。じゃあ皆さん見てください。バナナクリームロール、シガーフライって書いてあるので、これはコラボ商品バナシガです。はい、それでは袋にあるものを出していきたいと思います。いただきます。じゃーん。これはバナナクリームロールで、これがシガーフライです。それでこのホームロールとバナナクリームロールがあります。それでホームロールの中にバナナクリームを好きなだけこうに入れて挟んで食べたら、挟んだらこのバナナクリームロールになります。そういうやり方、そういう作り方もあります。それでこれは説明書なんていうかな、わかんないけど、なんかこういうのがあります。それでは早速ちょっとオープンしてみましょう。開けます。よし、オープン。はい、めっちゃバナナの匂いがする。あ、ちぎれちゃった。あー、出しちゃう。あー、はい、そうで一回置こう。はい、こういう感じです。バナナクリームロールこんな感じです。普通のパンに見えますが、この中にバナナクリームロールが入ってっていうことです。バナナクリームが入っています。さあ、次シガーフライを開けてみましょう。うわ、開かない。こういう向きで開ければいい。じゃあ開けまーす。あ、ハサミが登場した。それではハサミで切ります。よし、うわー、こぼれそうになったりして。はい、こんな感じ。はい、はい、シガーフライはこんな感じになっちゃって、こんな感じになっています。はい、ちっちゃい、なんかミニミニミニパンみたい。はい、それでは早速やっていきたいと思います。それではまず最初はね、
ここのボールクリームロールをパカーン、パカーンってやって、どこ置こうか。じゃあここに置いとこう。で、好きなだけね、これをピョンってポンポンって入れちゃいます。おいしそう、なんか。なんか、ミニミニパンをなんか、並べているような感じです。よし、どんどん並べ、どん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 並べよう、どんどん並べよう、キン。よし、これ入れすぎかな、どうかな、入れすぎかな、わかんない、ちょっと離さない。じゃあ、どうしちゃう、これ挟みます。これちょっとこのシガーフライをちょっとバームクリームにちょっとつけるようにちょっとギュギュってします。それでは、うわー、それでは、それでは食べてみたいと思います。いただきます。めっちゃ海外です。おいしい。最初はね、マンナクリームの味がするけど、この後は、シュガーフライの味もして、なんかおいしいですね。なんかバナナクリームとの味と、なんかシュガーフライの味が混ざって、本当においしいです。いいね。めっちゃシャキシャキする。あ、でね、このシガーフライは、一個食べただけで止まらない。もうおかわりしたいぐらい、とても美味しい。です。私ね、今日シガーフライ初めて食べたので、美味しい。だからとても美味しいなと思います。ちょっと生で食べてみます。ああ、美味しい。なんか、どうで今言えばいいかわかんない。美味しい。なんか、どうやって言えばいいのかな。ほら見て、ここに、あ、見えづらいかな。あ、この中にシュガーフライがあります。広がってて、あ、でもね、なんか一回ホームルームの中にバナナクリームを入れて食べるのもちょっとやってみたい。めっちゃシャキシャキする。この中にちょっと出てみて、おちょっと鼻ぐらいなんですけど、すごい、シュガーフライを組み上げてタワーを作ってみようっていうのがあります。タワー、これですね。ほら、タワーで作るような感じ。タワーで作ります。よし、私もね、これもちょっとやってみたいなと思っています。これ動画終わった後も食べよう。これう
わ、眠った。ちょっとここ見えちゃってる。見えちゃってる。これね、絶対皆さんも食べここで作って食べてみたら とても皆さん気に入ると思います。他になんかあるかな、こういうのもあります。あのこのシガーフライありますよね。その、これそれでこういうふうにバナクリームこれつけて食べるっていうのもあります。はい、見てください。2番のつけて食べようっていうところやります。はい、それではバナナクリーム開けてみたいと思います。せーの、待ってよ、せー、あーじゃあオープン、開けました。じゃあちょっと試しにやってみましょう。うお、めっちゃビューギー。はい、つけました。こんな感じにつけました。こんな感じです。はい、それでは食べてみましょう。うん、おいしすぎるんだけど、ほんまにこれ。いやば、これめっちゃおいしい。うん、何言うかな、なんかこれ、なんかちょっとね、このまま食べたい。このホームロールの中に入れる。今やろうかな、次今度やろうかな、どうしようかな、やろうかな、じゃないかな。じゃあもう時間が来たし、終わりましょう。はい、今日はできませんでした。それでは皆さん、木村屋のこの岡山のソフト、岡山のソウルフードの木村屋のパンっていうパン屋さんで買ってみてください。それでは終わりましょう。さよなら、チャンネルまた見てね。バイバイ、チャンネル登録よろしくねー。けれい、うぃー。シガフライが一つ、シガフライが二つ、バナクリームをつけたら、バナシーガー。バイバイ。サナチャンネル。現在 FM 倉敷 82.8 にてサナと桃田海賊団と一緒に遊ぼう絶賛放送中です。毎週月曜日夕方6時からやってるよ。私もいっぱい喋ってます。うん、インターネットサイマルで全世界でも聞くことができます。サナチャンネル、ルフォールさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。